木村祐太は、秋田県、和野市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学4年生の時に野球を始めると、和野市立花輪第二中学校時代は、投手と一類種を経験。秋田経済法科大学附属高等学校では3年生になって、背番号1を与えられたが、県大会はベスト8止まりで、甲子園出場はできなかった。しかし、 上身を生かした角度のある速球が注目を集め、和製、ランディの異名もついた。2003年のドラフトでは、早くから広島東洋カープに一巡目指名を、確約されていたが、社会人野球の東京ガスに入部。2005年まで成績を残せなかったが、第76回都市対抗野球大会で、NTT 東日本の補強選手に選ばれた。翌2006年には、 日本代表にも選ばれた。同年のドラフトでは、横浜、楽天、ロッテの3球団が獲得を目指したが、木村はロッテへの入団を希望。しかし、当日横浜が、ウェーバー順で先に、大学、社会人枠の3巡目で、強行指名した。直後に横浜は、大谷秋彦監督ら総勢10名で、木村に挨拶に出向いたが、来たからってどうの、こうのはないと面会を拒否し、 来年になったら選手がいないのも知ってると残留を示唆した。結局契約には至らず、2007年1月に横浜は交渉を打ち切り、木村の獲得断念を発表した。同年3月、西武ライオンズが高校時代から栄養費として現金270万円を渡していたことが発覚した。日本野球連盟は木村を3月18日から1年間の謹慎と、 対外試合出場禁止、東京ガスにも5月下旬の都市対抗予選前までの公式戦出場禁止とした。しかし、木村が十分に反省しているなどの理由から、2008年3月1日以降の試合出場が許され、禁止も解かれた。2008年の第79回都市対抗野球大会では、JR 東日本の補強選手に選ばれ、1回戦で勝利投手となった。 なお、この試合ではマウンドを降りてそのまま一塁一種のポジションに入ったが、再びマウンドに戻ることはなく次の投手が一人を、打ち取った後守備固めの選手と交代している。同年秋のドラフトで千葉ロッテマリーンズから1位指名を受け入団。東急ホーム2011年8月24日、対福岡ソフトバンクホークス戦で1位、群発登板を果たし、1インニングながら強打者の内川。 聖一、アレックス・カブレラから三振を奪うなど、能力の高さを見せつけた。最終的には13試合に登板し、防御率3.38の成績を残した。2013年シーズンにより、登録名を木村優太に変更したが、これは2012年のオフに見てもらった占い師からの助言による。二千十五年四月八日、イオリックス・バファローズに回戦に先発登板し、五回を、 4の打1一失点に抑え、プロ入り7年目にして初勝利を挙げた。同年12月5日、秋田県大館市で開催された、シンポジウム、夢の向こうに、に秋田に、同じ県内出身、ゆかりの東北楽天、後藤光尊選手、ヤクルト、石山康七投手、DNA、砂田武史寿投手を含めた8人の選手と共に、参加し、 県内32校272人の高校生に野球指導を行った。2016年には一軍公式戦6試合の登板で0勝1敗、防御率4.22をマーク。しかし10月1日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。NPB 他球団での現役続行を希望していることから、 2016年11月12日には、阪神甲子園球場で、開催の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で、打者3人と対戦したが、二塁打1本を含むに安打を許した。翌年は、日本武道産野球連盟の社会人軟式野球の、積水ハウス慶応に在籍したが1年で退団し、引退。引退後は、千葉県にある、 不動産仲介会社、アキラ、南土地株式会社に転職して営業職に就いたが短期間の勤務をもって退職した。ありがとうございます。